をお祭りする笠上神社、元那4年再建の宇田ファーレのいつから祀られたものかは定かでない。毎年役人と定められたる200頭か、その前夜には村人をすべて集まり、その年の五穀豊穣、風難防護の願いを込めて、若者たちは太鼓を打ち鳴らせるのである。また本日ここ春日大社の境内におきましては、春日大社のますますのご発展と、ここにお集まりの皆様のますますの幸せの願いを込めて、
Thank you.
どこ行った？消防係の管理の方、電気の消灯をお願いいたします。終わった後も照明つくまでは動かずに工場にいらっしゃいますようよろしくお願いいたします。では最初の会議でございますので、今日は皆さんの方に向いて一発目だけさせていただきます。最初で最後のシャッターチャンピングです。じゃあ行きます。1、2、3。最後にお持ちいただき方をご紹介させていただきます。まず清水康弘様、西本雅也様、そして鳥の真ん中を飾っていただきますのが本年の秋祭り太鼓台の総責任者でございます、太鼓総総代両手が丘の小林正秀様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
最後の締めくくりはナイアガラの滝の仕掛け花火、そして大野市の大きな筒花火でございます。よかったです。